若飛び県は、インドネシア南東スラウェシ州の県の一つ。若飛び周辺の海域はインドネシアでも、最も生物多様性が高く産後礁に富んでおり、1996年には、同名で139万ヘクタールの面積が、国立公園に指定され、インドネシアの他の地域同様に、海洋保護が最重要課題になっている。熱帯モンスーン気候に近く浮きと寒気を持つ。 標高が350メートル以下であり、赤道付近に位置しているので、領域が熱帯気候となっている。北端は、ブトゥン地区と、ブトゥンの北の地区、南端は、フローレス海、西端は、ブトゥン地区、東端は、バンダ海となっている。人口は2000年の国勢調査によれば住民は87,793人であった。うち、男性が千百七十三人。 女性が42,620人だった。3年後の2003年の国勢調査で人口は91,497人であった。3年間に3,704人以上、年間約1.41%の増加となっている。人口はワンギワンギ周辺に集中しており、南、ワンギワンギが25,260人、ワンギワンギが四千八十七人、 カレデュパが1272人、トートミアが8688人、ビノンコが8621人であった。県の平均人口密度は平方キロメートルあたり116.30人で、あるが、カレデュパでは225.76人、トミアでは150.76人、トートミアでは127.95人であった。 2003年の調査では31,610人が15歳以下であった。若飛びには8部族が居住している。2000年の調査では、最大の部族は、若飛び族で87,793人で91.33%を占め、続いて、バジャウ族は7.92%、その他が1%未満だった。7百3 4 3人が、労働年齢人口で、 このうち男性は23,981人、女性は36,362人だった。求職者は4百3 9 5人で37,678人が職についていた。これは労働年齢人口の53.56%に当たる。現在失業率は6.73%であり、労働年齢の29,408人は労働者となっていなかった。 若年層では学生が15,740人であり、13,668人は家庭の手伝いなどを行っていた。労働者のうち43,609人は農業、続いて15,635人が商業、その他サービス業、生産業、輸送業などに従事していた。若飛び県の知事はフグア、副知事はアラビである。二千三年に 若富県の地域総生産は1797億7404万ルピアであった。前年の1604億7367万ルピアよりも微増した。県は、ビノンコ、カレデューパ、南カレデューパ、トゴビノンコ、トミヤ、トートミヤ、ワンギワンギ、南ワンギワンギの8つの群に分かれている。2003年の時点では、61の村があり、61、 ののの村村の村の村が地球16村が自衛38村が自を達成している2004年の地域人民代表議会選挙党と選挙による2004年の選挙の若飛び地区の議会の結果の座席の蘇生物は20議席の議会の中にゴルカル党が4議席、月保守党と開発統一党、国民信託党、フリーダムブル国民党、改革の保守党、 闘争民主党が2議席、メルデカ、国民覚醒党、パンチャシラ愛国党、民主党が1議席だった。2003年の調査では栽培される、食用作物5種類の中で、キャッサー場植物が生産で最も高く4199トンであり、続いて、トウモロコシ1715トン、山芋58トン、米8トン、落花生4トンであった。果実では、 マンゴー922トン程度、バナナが578トン程度、オレンジが413トンであった。野菜では豆22トン、ナス21トン、ケール20トン、赤玉ねぎ16トンであった。栽培作物では、ココナッツ225トン、カシューナッツ59トン、雑誌ココナッツ8トン、カカオ6トン、コーヒー3トン、ナツメグレーテン35トンであった。2003年に、 森林のうち1万1300ヘクタールの保護林となっていた。畜産では主に牛やヤギを飼育している。牛は2003年の調査で308尾で、2002年は192尾で、あったため2002年比で60.42%の増加となった。ヤギは2003年の調査で9789尾で、2002年は1351尾で、 あったため2002年比で5.43%減少した。漁業では漁獲量は17,985.60トンでありほとんどが海での漁業によるもので海藻は532トンであった。2003年の時点では大規模産業はなく小規模生産業や工芸などが主要な産業であった。小規模業者では107事業者があり労働者は514人であった。 1290個が家庭内市工業を行っており、1863人が従事している。州電力会社の顧客は9652であり、設備容量は604万7905馬である。電力生産は6 2 7 8 7 6 2ット時で5 3 6 7 4 0 3ット時が販売されており、 売上は27億9173万7755ルピアに上る。2003年には取引商品の総量は23万3650.13トンで286億3987万3000ルピアです。林業は23万1529.68トンで137億6135万5000ルピア。 農産物は1355.29トンで37億5647万ルピア、畜産品は3.95トンで592万8000ルピア、商業作物は9.59トンで19億240万3000ルピアであった。2003年の時点で幼稚園は22カ所あり、教員48人、生徒9 8 9人だった。 幼稚園ごとの教員数は平均2人、園児数の平均は45人で、1教員あたりの園児数は平均21人だった。小学校は101校で、教師684人、生徒14,742人だった。学校ごとの教師数は平均7人、生徒数の平均は145人で、1教師あたりの生徒数は平均22人だった。 中学校は16校で、教師235人、生徒4287人だった。学校ごとの教師数は、平均15人、生徒数は268人で、1教師あたりの生徒数は、平均18人だった。高等学校は4校で、教師93人、生徒は2212人だった。学校ごとの教師数は、平均23人、生徒数は、 平均553人で、1教師あたりの生徒数は、平均24人だった。2003年の時点ではまだ公立病院はない。しかし、地域保健センターが7つあり、保健センター補助施設が12存在する。医者5人、公衆衛生士2人、診療補助者58人、診療補助女子9人が従事している2003年の、 時点で112のモスクと22の小モスクがある。教会や寺院は存在しない。このため若飛びの住民はほぼすべてイスラム教徒となっている。若飛び国立公園はインドネシアの50の国立公園の一つである。東南スラウェシ島に位置しており、1996年に総面積139万ヘクタールが海洋生物多様性、産後症保護などを目的に、 国立公園に指定されている。公園内の水深は、最深部で海面下線四4 4メートルである。サンゴ礁魚、その他の動物、自然の特異性、及びホガ島を特徴とする。ワンギワンギ島には、ティンドイトリリアトリマンダティトンガトリトゴモレンゴトリ古い灯台などが存在する。ティンドイ鳥では、 ワンギワンギ地区の市の中心部から15キロほどの位置にある。リアトリデは南ワンギワンギのリアトゴ村にある。4層の壁と大家の通用口として使われた12の扉がある。敷地内にはケラトンリアモスクが存在し、市の中心部から8キロほどの位置にある。マンダティトンがトリデは南ワンギワンギのマンダティ村にあり、トリデの広さは約1ヘクタールで、 西と南の壁は一番高いところで約7メートルの高さがある。トゴモレンゴ砦はカポタ島の山の頂上にあります。東台は1901年にオランダの植民地時代に建てられたものでワンギワンギ地区の和派村にある。ケレデュパ島では古い墓地、オドドリデ、ラドンデトリデなどが史跡となっている。墓地は南カレデュパのパレア村にある。オードトリデは カレデュパ島にあり、現在も維持されている。オドノトリデには、古いモスクもあり、広さは45.5平方メートルほどである。ラドンデトリデも、カレデュパ島に存在する。富屋島では、パティアトリデ、スオソウソウトリデ、オネマイの古いモスクなどが史跡となっており、スオソウソウトリデは、トートミアのカヒアンガ村に、モスクは、トミアのオネマイ村に存在する。ビロンコ島では、 パラヒデュトリデ、ワリトリデが史跡となっており、パラヒデュトリデは、ビノンコ島北部の崖の上に、ワリトリデは、トゴビノンコ村に存在する。カレリューパ島では、ラリアンギダンス、ヘバリアダンス、ソンボ文化レダンスなどの踊りが存在する。ラリアンギダンスは、最初のブトン王はか歌の統治時代の1634年に、初演された。ヘバリアダンスは、 古代のシャーマンによって生み出されたとされ、これらのダンスはカレデュパの伝統舞踊である。ソンボ文化でダンスは12人の美しい女性ダンサーが踊る南カレデュパの伝統舞踊である。また、カレデュパの文化にはカリアーやシラットも挙げられる。カリアーはカレデュパの伝統的な祭りで、活例を通して少年が大人になることを祝する。 祭りでは15人から20人の少年がみこしに乗って村を安虐する。プンチャックシラットはカレデュパの伝統監修となっている。富谷島ではサファルの月に伝統祭が行われる。ボートをいろいろな飾り物で飾り付け、ボートの中に伝統的なリオ料理などの料理を置き、ドラムを叩きながら浜辺を行進するボセボセと呼ばれる伝統的な祭りが存在する。 この祭りでは、パティペロンから薄くまでを歩き、さらにオネモバー海峡へ向かう。この祭りは罪を海の波で洗い流して浄化することを目的としている。道東では、サジョモアネダンスやサリデダンスと呼ばれる伝統舞踊がある。サジョモアネダンスは、男性によって演じられる神聖な舞踊である。サリデダンスは、公益のための活動の終わりに団結と協力を示す。 伝統舞踊である。ビノンコ等の伝統舞踊とにはバルンパダンスが存在する。ありがとうございます。